ページをご覧いただけますか。マタイの福音書書いてありますが、26章日本語の聖書ですが、言語はギリシャ語です。イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところに連れて行った。そこには立法学者長老たちが集まっていた。しかしペトロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中にまで入っていき、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。次の言葉59。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。この言葉、初めからイエスを死刑にするためにと書いてあるわけです。そんな裁判大変ですよ。初めから判決決まってんだから。であとは問い詰め合わせ。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証、嘘の証言を求めたと書いてある。そこでこの59、さて祭司長たちと、次、全議会と書いてあるでしょ。全議会。ね。ご先ほど言った言葉。日本語の訳、これ。全議会ってなんか分かれへんやん。日本の国会かなと。アメリカの議会。これがサンヒドリン。だからサンヒドリンで弱くしたら分かります。要約します。日本でも訳せない、サンヒドリンと。なんか議会って言ってるんです。なんのこっちゃ分かれへん。分からんようにするんですよ。ここまで来てる。59。さて祭司長たちと全議会は、サンヒドリンは、イエスを死刑にするためイエスを訴える偽証を求めていた。で、偽証者がたくさん出てきたが、証拠はつかめなかった。しかし最後に二人の者が進めていった。この人は、私は神の神殿を壊して、それを3日のうちに立て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないんですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですかとイエス言ったんです。お前はここまでいっぱい人々が証人が出てきてるのに、お前何も言わんのかと。63。しかしイエスは黙っておられた。お前何も言わんのかと言った時にイエスが黙ってじっと彼らを見てるということは、大祭司はイエスをまともに見たということです。イエスは黙った。63。しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子、キリストなのかどうか、その答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なお、あなた方に言っておきますが、今からのうち人の子が私が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。ちょっと分かりにくい話ですが、旧約聖書って何ですね。新約聖書って何です。ご存知でしょ。旧約聖書というのは、イエスが登場する以前に書かれた。だから古い約束なんです。旧約っていうのは。新約っていうのはイエスが来て後に書かれたんです。以降が新約聖書です。すいません。お分かりのことだと思いますけども。まあ、そういうことなんです。紀元前。旧約聖書の紀元前。だから BC。Before Christ。紀元前。キリスト前って。紀元前。に、1500年。これモーセの、よく見ますね。創世記とか新明記から。紀元前の BC の400年。これが旧約聖書を書かれているんです。1100年かかってないんです。旧約聖書。新約聖書っていうのは、これはイエスが十字架かかった紀元30。それから後、これが書かれて、多分紀元60年ぐらいから、紀元100年ぐらいまでの間に完成したんです。だから新約聖書ってのは40年か50年できてる。こちらは1100年かかってるんです。で、ユダヤ人たちは、旧約聖書は絶対真理だ。神の言葉。さっき言ったイエスが憎いから、これはもう絶対認めない。新約聖書で、そこで旧約聖書を認めるということになるんですが、旧約聖書に対して2つある。自分たち自身はタルムードの発想で、つまり色眼鏡で見るわけです。僕先ほどコンタクトで言いました。もし青いコンタクトつけたらみんな青く見えるわけです。赤いコンタクトつけたらみんな赤く見えるんですね。タルムードという眼鏡で、色眼鏡で見るわけです。すると、ユダヤ人だけで人間で、あとはみんな、ゴイムだという、軽蔑で旧約聖書見ちゃう。他の民族。それは正しい読み方じゃないから、イエスがこれ、痛烈に批判したんです。彼らを。もう一つは、ユダヤの人たちだけが読むべきであって、他の人は読むべきでないですと。読んでほしくない。日本人は旧約聖書を知ってないと、これから彼らの発想で来るんですから。あるいはやられてるヨーロッパ人、アメリカ人も知っててやられてるんですからね。これ知ってないと絶対分かりませんよ、これからの世界戦略って。外務省で2つの言い伝えがずっとあったんです。今はもう亡くなったかも分からない。2つ。1つは、
いつまでもユダヤ問題は研究していこう。第二は旧約聖書の研究です。これ外されちゃうと外交なんてできないですよ。いつも言う、日本には考えてるようにアメリカ人、ヨーロッパ人、ロシアには考えてないですから。それは仏教、儒教、孔子、孟子、立派ですよ。いや、その発想と違う。人間を言ってるね、発想を言ってるんです。だから彼らの発想は旧約聖書が来てるんです。キリスト教と関係ないって言ってるんです。聖書は聖書だって言うんです。でそれを取り上げちゃうんですよ、みんなから、日本人から。なんやこの人、聖書で書いてるわ、キリスト教ちゃうか、そう言ってやめちゃうんです。そう、彼らの罠ですよ。読んでほしくないですから。だから自分たちだけが選ばれたんで、他のやつは読む必要ないと言ってるんです。だからそういう方向に持っていくし、もう一つ、新約聖書は嫌ですから、もうやがて印刷なんかさせません。やがてそうしていく。もうだからユダヤ人がイエスを十字架につけたから神に裁かれた、もうこんな、もう絶対やろ、削除してる。さっきのサンヘドリンと一緒です。長くなりました、すいません。そういう色眼鏡のユダヤ人に対して、3ページのマタイの23の25、忌まわしい者だ、偽善の律法学者パリサイ人たち。これがサンヘドリンの連中です。偽善の律法学者パリサイ人たち、もう正直ですよ、イエスは。サンヘドリンの連中に、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい、そうすれば外側も清くなります。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側美しく見えても、内側は死人の骨や土葬ですから、死人の骨はあらゆる汚れたものでいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。これで皆さん、まずプライドが、サイドの連中がカーッてきた、カーッてきたんですよ。でユースは遠慮なくツバーツバーって言いました。偽善者よって言ったんです。あと見たら、蛇よ、マムシの子よと言ってます。皆さん、人から蛇言われたらどうしますか。俺足あんがな。蛇っていうのは旧約聖書から見たら悪魔って言う。蛇よ、マムシの子よ。一週間前に一つの本を書いた。2月ぐらい出るでしょ。1月の末か。ある出版社が、僕は世界戦略の方程式を解くって本にしてます。世界戦略の方程式を解くっていう本。すると、編集長が、先生、世界戦略を、世界戦略の方程式を解くなんてな、弱いです。この本の原稿を読ませていただきましたが、次のようにしてください。世界戦略、その横に、悪魔の方程式を解く、これはどうですかって言って、僕は、そんなん書いたら、どう言われても一瞬こう来ました。悪魔じゃないですか、これは。そう書いていいんですかね、僕言うたんですよ。悪魔って流行ってるんですよ、このっていうから。インパクトよく、これこそ悪魔です。そうか。じゃあ、行きましょう。イスラエル大使が怒ってきますよ。そのためにちゃんと考えてください。やりますよ。やりますから。悪魔の方程式を解いていきます。よし、行こう。迫力のある人おりますぜ。いざとなったらどうしようか知りませんが。というの、まあ、行こうと。だからこの33、真ん中の段33、お前たち蛇どもマムシの精度、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。ゲヘナの刑罰、地獄の刑罰。お前たち蛇どもマムシの精度も、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。もうだからスバーッてですね。これが23ですか、上が26ですか。だからさっき言った三位堂の連中は、初めから死刑と決めてイエスを十字架につけています。いっぱい犠牲者ができる。血みどろですね。その中を、お前ここまで言われても何にも言わんのか。イエスは黙ってた、真ん中の段の右の方を見ますと、66、どう考えますか。彼らは答えて、彼は死刑に当たると言った。そして彼らはイエスの顔に椿をかけ、拳で殴りつけ、また他の者たちもイエスを平手で打って、こう言った。当ててみろキリスト、あなたを打ったのであれば。どういうことかというと、イエスキリストじゃないかって言うと簡単に言いますけども、これはイエスというのは人の名前、キリストというのは称号なんです。これ日本語で言う救世主、ヘブライ語で言うメシア、メシア、イエスはメシアですというのがイエスキリストです。ユダヤ人はとんでもないと言います。これ何か言うたら、
旧約聖書の中に聖書の世というのを預かるということです。神の言葉を預かるという。旧約聖書で予言があったんです。350ぐらい。つまり、旧聖書がどこで生まれるか、どういう性質か、どうなるか、ずっと書いてあるの、予言が。ほんで、イエスが来て、イエスの弟子たちは、イエスはキリストだと言ってます。これが新約聖書なんです。だから、一般のユダヤ人たちもとんでもない。だから皆さん、ユダヤ人の真ん中でイエス・キリストって言ったら、バーンと来ます。もうこれは問題なんですから。だから、2000年のこの歴史は何やいだろう。